今日はですね、えー、コーヒーを抽出する時にコーヒー豆はどれぐらい使えばいいかということをお話をしようと思います。えー、このの内容はですねあの以前鍋の焙煎をした時にも 一度お話をしていたんですが結構長い動画でしたのでねあのー、飛ばし飛ばし見ている方もおられるでしょうし、えー、まあそのテーマが鍋の焙煎ということでしたので、まあ、鍋の焙煎のところはね、えーまあ、あの注意深く見られているけども抽出のところとかの、ね、説明はね飛ばしているとかいう方もいるかもしれませんので、えー、ちょっとここで改めて、えーとえー、ご説明させていただこうかなというふうに思います。 はいあのー、結構他の YouTube 上げられてる方ですねコーヒーの YouTube の動画を上げられてる方が、えーまあ、皆さん揃っておっしゃるのがコーヒー豆は重さを基準に測ってくださいねこういうね、えー、スケールを使って、えーまあ、ここにねこうやって、まあ、何かボールか何かに豆を入れて。 1 0ムとか8グラムがいいんだよとかね 100cc あたり何グラム使いましょうみたいなそんな感じでえ解説の動画をね作られている方が結構えたくさんえおられましたまああの何名かしかちょっと見てませんけどもえで私はですねえそうではなくてえこういうまあメジャースプーンを使ってまあ体積で測りましょうというふうに そのの前回の動画でもねおお伝えをしております、まあ、これはハマコーヒーのコーヒー作りも、えー、このようにしてますし今までコーヒー教室をしていた時にもずっとこのように伝えてきたわけなんですがその、えーまあ、理由をちょっと解説させていただこうと思います。 何種類か豆を用意したんですが、これはまあ今日焙煎した豆の売り場に残ってたやつなんですが、えー、っと、中入りと中深入りと深入りの豆がございまして、中入りの豆ですね。あの、焙煎度がちょっと浅めの豆。で、こちらがあちょっと深めの豆になります。少しね、こう、まあ、艶っぽくなってますが、油も少しね、にじみ出てるぐらいの焙煎度。ね、深めになります。で、今このように2つの容器があります。これちょっと置いときますね。これあの、 少しのな,かなこれで、はい、ちょっとこう,こうやってみますとこれこちらよりこちらの方がまあそうですねうんまあ1.5倍も差がないから、まあちょっとどうかなねえまあ1.4倍ぐらいの差はありそうですよね豆の体積的にはねはい これがですね実際どれぐらい豆が入っているのかというのを見てみましょうこちらは、まあ、家庭用のはりなんですがね 0.1g で量れますのでまずこちら深入りの豆を入れてみますいきますねはいこちら 200.6g はい、200.6g こちらはというとねはい今全部入りましてあ二200ちょっと切りましたねちょっと少なかったかな はいまあ、200.3とかになりましたね。えー、まあ、言ったら 200g で測ったんですね。200g で計量したのが、あ2つ。で焙煎度別に2つ用意したわけですが。まあ、これを見てどう思われますかこれ全然体積違いますよね。こちらね。これ今、先ほどの深入り。で、これが中入り。まあ、中入りというのは朝入りではないんですけどね。これ朝入りだったらもっと、あの、体積が まあ低いわけですよねこの差こういう違いがありますこれは何が言いたいかと言いますと、うん、焙煎度によって体積が変わるんですよ重さもまあさることながら、えー、体積が変わるということがあのーまあ、かなり大きいわけですよね、まあ、例えばこの計量スプーンこれが筋切れいっぱいというかこのぐらいね、まあ、ちょっと 出てま,しね、まあすり切りぱいですよねこれを、まあ、例えば2杯分入れますと2杯分入れると今1杯分1 3 0ムとなってるんですねちょっと見にくいですかねはい2杯分入れますと1 5 4ム。まあちょっと豆の数粒多い少ないで 違いが出ますがこのぐらいの量になりますなのでこれをですね例えば2 0ムとしようと思えばここから少し豆を減らしますねちょっと減らしすぎましたこううのぐかな これで今2 0ムになったわけですよね。これをメジャースプーンに入れてみます。これで今1杯分と残りがこのぐらい。まあ1.5杯分ぐらいなんですよね。体積的には。これで2 0ム。これで2 0ムです。 こののぐらいの量でね深入りだとどうなるかというと同じようにまあ仮に 20g これねすり切れ1杯あたりどのぐらいかというのをちょっと見ていただきたいというのもありますけどねすり切れ1杯あたりこれがねさっきと同じぐらいですよねさっきと同じぐらいで 9.1g。 10g にも満たないというぐらいの量なんですよこれは2杯分ちょっと入れてみますねそうすると 17.9g とかこのぐらいなんですよねですのでこれ 20g にしようと思えばさらにちょっと足してあげないとあ,あ今ちょっと超えましたね足してあげないといけないので まあこのぐらいですね今ちょうど20.0になりましたが19.9になってまあまあこのぐらいですこれをこちらに入れますとまあ先ほど足しましたんでねすり切れ一杯じゃ効かないわけですよねですからですからここに山盛り2杯分ぐらい入れないと 20g にはならない わけですよこれ今ちょっとこの数字はおかしいですけどね今ここにか、まあ、仮に出してますこれがもうあの今山盛りの状態をやって見ていただきまけますかねこう,こ,うこれぐらいですこっちもちょっと目、ね、もう危ないぐらいですけどもこれぐらい入れて、まあ、ようやく 20g になるわけですねこれと先ほどの朝入りじゃない中入りの 20g を同じだと同じ量だというふうに言うのは僕はおかしいと思うんですね え何がおかしいかも見ていただいたら分かるとおり深えりの方がまあ膨張して密度が低いまあ軽くなってるわけですね粒の大きさは膨らんでえ軽くなってる軽くなってるということは 20g 用意しようと思えばまあ山盛り2杯分ね用意しないといけないのに比べて浅入りとか中入りというのはもう全然ねえ湿度湿度じゃない密度が高いので豆があのー まあ一一粒一粒が重いわけですよねですので、えー、同じグラムを用意しようと思ったら1.5杯分ぐらいでいいわけなんですよね全然豆の量が違うわけなんですが例えば深入りであればこのぐらいのたくさんの豆が必要だと、ね、例えば2杯分入れようと 20g 用意した時にこのぐらいの豆が必要ここから出てくるエキスの濃度というのはかなり濃くなりますね 単純に豆の量が多いからということもありますしもう焙煎が進んでます一粒一粒から出てくるコーヒーのエキスの濃度量自体も多いわけなんですねそれと例えば先ほどのようにね、えー、ちょっとこれ一回戻します戻しますがまああのこれこれかなここでまあちょっと先ほどと同じぐらいの量をちょっとここで再現してみますね えー、これぐらいだったと思うんですが、これぐらいですよ。ね。注意のこのぐらいの豆とで比べた場合、こちらの方はですね、やはりあの、量が少ないということもありますし、まあ、焙煎度が浅めということもあって、一粒一粒から出るエキスの濃度自体も、まあ、それほど濃くはないわけですよね。そういう違いが、 あって、まあ、かなり薄く感じますおそらくこちらの方が、まあ、おそらくというか薄く感じるんですよなので僕はですね僕はもう同じ体積で測っていただいた方がいいんじゃないかとですのでこのメジャースプーンね、えー、これを基準にするならこれが1杯分だとかこれを1.5杯分みたいな感じで、えー、測っていただくのがいい測り方ではないかと まあこれをおすすめしているわけですけどね、まあ、例えば何かブレンドなんかする場合でも僕らのマグサイズだったら1.5杯とか使って入れてるんですがまあ中入りが1杯分とえ深入りがまあ例えば0.5杯分、まあ、これでも1.5杯分のコーヒーとして使うことができるということですねこれ今ちょっと別々に入れましたがまあ例えばですよえちょっと今ここではやらないですがこれをまあ うんとこれまあちょっと目測になるんですが、えー、これを半分ぐらい入れた上に、上にですよ、えーまあ、これをこちらに満,載満杯になるように入れて半分、これちょっと半分で多いな、えーまあ、このぐらいやったとしてですね、まあ、ここに中入りのやつを入れて、まあ、すり切りいっぱいとして、1杯分のコーヒーをブレンドして使う使うというかね、作るなんてことも、 体積を基準に作っていただければ、それで十分、えー、十分です。もうそれ以上何もいらないです。ね、えー、まあそこなんですね。体積を基準に測らないと、あのおそらくすごい深煎りだった。すごい深い。えー、まあ深いというか苦い濃いコーヒーになり、朝あの中入りとか。浅入りというのはすごく薄い物足りない。コーヒーになるはずです。 これ家でね、あのー、一度やってみていただいたらわかると思うんですけどもコーヒー豆の焙煎度が深くなるにつれて、あのー、重量と体積がそれぞれ変化していきますどういう変化が起きるかと言いますと重量重さですねもともと 100g あったものが浅いりにすると 867g ぐらいに 軽くなります大体10パーセントから、えー、まあ、ね、そのぐらい9から11パーセントぐらいは水分ですので、まあ、水分プラスちょっと、まあ、煙になって抜けていくいろんな成分がありますの、ね、でそれぐらい軽くなりますでその後どんどん深くなるにつれてですね、まあ、質量は軽くなっていきます。これ前の、まあ、焙煎の動画でも説明していたかと思うんですが焙煎指数というのはまあ僕はここから まあ,あの大体焙煎度によって重さが決まりますのでどのぐらい軽くなったのかということを計算して出せばその数字からですねその豆がどのぐらいの焙煎度かというのが分かるようになっております、はいえー、あと体積ですねこれはもともと1だったとしたらこれは1.5倍とか1.8倍とかまあそのぐらいに膨らんでいくんですね深くなれば2倍以上になりますあの 体積ですよ、これはねだから木豆の状態っていうのはまあすごくこう,ギュ,ッとこう、ねえー、ギュッとしてるんですねちっちゃいんですよ木豆はでこれを焙煎していくと豆がどん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 こう膨らんでいくと、ね、こんな感じですね、えー、ですのでまあ朝入りとか中入り比べるとまあ深入りというのはまあ、まあ、そうですね1.4倍から1.5倍ぐらい朝入りと深入りとかでしたよね1.5倍ぐらいの体積の差になります同じ量を 違う焙煎度例えばまあ先ほどは中入りと深入りでちょっとあの見,せ見ていただきましたけどもお同じグラム数を用意しないといけない場合ですねもともと木豆が100だったとしても深くいるほどに軽くなるんですよね軽くなるということは深入りで 1 0ムまあまあ仮にね1 0ム必要だったとしますよね、えー、こっちで1 0ム用意する時とこっちで1 0ム用意する時の必要な木豆の量が違うということが分かりますかね深くいるほどに軽くなりますので深入りの豆を例えば1 0ム用意しようと思ったら中入りの時に 10g 用意するのに必要な豆よりも多く豆が必要なのが分かりますかね、木豆の量が多く必要ですよねこれによってですね、同じ量を、まあ、グラムで測る場合はあの、深入りの豆を用意する時の方が、もともとの豆の量自体も多く必要になってくるということなんですよ。分かりますかね。 200g 用意するときでも同じですね、これ、あの焙煎指数というのを、前回、鍋のあのい煎のね動画の中でちょっと解説しておりましたが、まあこれはですね、きまめから焙煎豆を割ると出てくる数字なんですけども、まあ、仮にですね、えー、この中入りやった場合、まあ、84g、100g のきまめを焙煎して、例えばですよ、84g になったとしたら100、100割る84と。 しますと、1.1904という数字になりますよね。これが、まあ、焙煎指数なわけですよ。で、えっと、逆に、この深入りになった場合、例えば、78g になったとします。1 0 0七7 8としますと、1.280、ごめんなさい。えっと、1 2 8 2 0 5 1 0 0ロまあまあ、いろいろこう続くわけですが、まあ、1. えこの二八 2 0まあ、小数点以下4位ぐらいまでが有効なんじゃないかなというふうに、まあ、考えているわけですが、まあ、この焙煎指数というのがですねこれ逆算すれば、まあ、例えば 100g を用意したいときにはこれをかけてやればいいですね 128.2g 以上、きまめを用意しないといけないということになるわけですこれまあ例えば、これ深入りで 100g 用意しようと思ったら 128g ぐらいは必要だよということですね。 先ほどの中入りであれば119ぐらいだったかな、1.19何倍だったから、まあ、119g とか 120g ぐらい用意すれば、100g が、ね、あの焼けるよっていう、これがまあ、そもそも必要な豆の量がこっちの方が多いわけですよ。ですので、同じグラム、例えば焙煎後の中入りの 10g と深入りの 10g では必要な豆がもう、 違いますこっちの方が断然豆も多いわけですよなので同じグラムで計量してコーヒーを作るとこっちの方が圧倒的に濃くなるということがお分かりいただけますでしょうかねこれでとい,うこということなんですよあので体積はあ深くいるほどにあの膨張しますんでね、えー まあこれでこっちとこっちと比べるとこっちの方が大きいわけですねこっちの方が大きくなっていくわけですよ。ですので、まあ、同じ体積で測る,測ると、まあえー、なんていうあ言いますかこっちで豆を多くなってる分ですねこっちの量をちょっと少なくすることで、まあ、バランスが取れるということになるわけです。 こういういい感じでございまして、まあ、あの体積で測るということがいいということはこれで分かりましたでしょうかねはいこれなぜこういうことが起こるかというとこれはですねちょっとおそらくというかあのもうこれはコーヒー業界側の都合だと思いますがこのストレート、まあ、シングルオリジンとかストレートとして売っているところは 1 0 0ムいくらとかいうふうな売り方をしてるわけですよねですので、まあ、こちらも2 0 0ムこちらも2 0 0ム、まあ焙煎後の重さが同じであれば2 0 0ムの同じ商品として売るわけですよじゃあこれがですねブレンドされてる商品だったらどうなるかということになるわけですよねこれとこれをブレンドして例えば4 0 0ムとして売っているお店があったとしますそうするとですね 体積で測ると、わけわからんくなっちゃうんですよね。これが 200g 対 200g だから、これ1対1ですよっていうような言い方にしてしまうんですよね。これ、測りで測ってるはずなんですよ。レンドの内訳は、じゃあ、例えば、えー、こちらが、うんと、まあ、2種類の場合はね、まあ、今みたいに、例えば1対1みたいな感じの比率にした場合、これ対これは今、量が全然違いますけども、 同じグラム同士だったとしたら、これとこれを混ぜた場合は、これ1対1の比率にしちゃうんですよね。だからそれがあの基準になってるわけですよ。要するにこの重さが基準になっていると。それ以上のはかりが、はかり方というのが面倒なんですよね。要するに、 あのお米とかお味噌とかまあ日本の昔ながらの,そのマスとかねえ1升2升みたいなそういう単位で測って売るわけではないのであくまでもグラムを基準に測って売りますからブレンドなんかするときに非常に面倒ですから中入りも深入りも同じ200グラムだったらもうこれはこれと同じものとして同じ量として計算して売るということが。 まあいいとされてるわけですよね。だからブレンドするときも 100g 対 100g、200g 対 200g はもう1対1なんだというようなね、これ全然違う焙煎度でもそのようにしてるはずです。これ全然違うわけですよね。これ、あの先ほどの僕の解説の、えー、僕のまあ説明でいうです、ね、この体積を基準に1対1をしたときと、これはね、あのコーヒーがもし2杯分を深入りと中入りを 1>, 1対1でブレンドしますとなった場合はこのようにします。これは同じ体積でこれとこれは、まあ、すり切れちょ,ちょっと少なかったえっ、ー、と同じぐらいの量で測って作るのがこれが1対1だということなんですがこういうふうに重さを基準にすると全然量が違いますのでおそらくですよ。おそらくうーこれはちょっと少なめになろうかと思います。まあ、このぐらいとかね。 これに対して多分同じぐらいの量というのはこのぐらいの量になろうかと思います。で、これとこれを混ぜることが1対1なんだというようなね、そういうことになってしまいますんでね。これはちょっといかんですよね。僕は良くないと思いますので、あの、体積を基準に。 考えていいただければと思いますこれはあの業者はもう重さを基準にしていると思いますので、えー、もうそれはもうそうだと思います、もうそれ以上のことはどのように混ぜているかまではちょっと各業者ごとに違うかもしれませんし、そこの現場というのがね、やっぱり、まあ、直接見たわけではないですが、まあ、おそらくそうでしょうあの、グラムで測っているはずです。ねえー、1対1対2とかだったらね、えーまあ、例えば、えー、1キロの コーヒー豆を3種類ね1対1対2の割合で混ぜてたとしたらこの2というのはまだから半分ですよねだからこれは 500g 入れてこれとこれは 250g ずつをえー測って合計で 1kg になればこれ1対1対2のまあ3種類のブレンドだというふうにしちゃうわけですよねそれが一番楽ですからそういうふうにしているところにしてみたらこれは重さが基準なんだよって言ってしまった方が まあいろいろ都合がいいということになります。まあそういうことですので、あのこれは業者都合のあのまあ数え方、測り方だというふうに思っていただけるのがこれでまあ理解していただけたかなというふうに思います。皆さんがあのご家庭でね、まあもしくはお店でコーヒーを作られる際にはもう体積を基準にしていただければそれで、まあ、あの間違いはありませんので、えー、まあ。 今後、コーヒーをね、作る際には、ちょっと、こういうメジャースプーンを使って、あの、測るようにしてください。これね、絶対重さを測っちゃダメかというと、そうではないんですけどね、あの、これちょっと、話がちょっと長くなりますが、例えば、これの厳密な1.5杯分を測りたいみたいな感じの時に、いに、ちょっとこれ、私、目測じゃちょっと、よう測らんわ、ということもあるかと思います。例えば、これをね、えー、こう、1杯半入れたい時に、これを1杯分測ります、まずね。 一杯分測って、これで今 12.8g だというふうに表示がされました。これちょっと今映ってないですけども。12.9になりましたね。13だった。12.9。まあこのぐらいですよ。12.、まあ例えば8だったとしたら、これの半分というのは、要するに 6.4g とかそのぐらいですよね。というのを、えー、まあ測りで測って出すということもできますので、 まあこれ一杯分として、これプラス、例えば自分でね、まあ、こうやって半分ぐらいかなと思ったものを、ちょっとこれ、僕が喋ってる息で数字が変わったりしてるのかな。はい、これでね、今0になりましたので、これ今僕は適当に入れました。適当っていうか、まあ大体これぐらいが半分かなという量をちょっと入れてみますね。これで入れたらお、おっ、7.3、あれ っったっけ？えっ、ー、と、あ、あ六六点点四ぐらいでしね。ちょっと多いですね。ちょっと多いので、これじゃちょっと多かったと。純粋な半分じゃなかったと。ね。これで、まあ、例えば六点6六点四かになるように、まあ、大体このぐらいですね。今六点四になりましたので。で、これと、まあ、これが純粋なこれ一点五配分というふうに、まあ、まあ、重さを基準、まあ、重さ、これを基準にね、こちらの半分の量を、あの、 量、まあ、りで測って、えーまあ、あの量を計量するということはしていただいても全然構わないですあのむしろそれは正確なやり方なので、えー、こういう活用方法としてはあの適切かなというふうに思うんですが何が何でも、まあ、どの焙煎度でもすべて、えー、1杯あたり、ね、10g なんだとかね 8g なんだと思ってやるというのはちょっと違うような。 感じですっていうかもう全然違いますので、えー、まあ体積を基準に測っていただいたらいいかなというふうに思いますはいということでまあこれね浜、えー、コーヒー使ってる軽量スプーンこれ山陽産業のもうなかなかいいやつですこれねりたとはちょっと大きさ近いかな、えー、メリタとか他のメーカーのやつは全然大きさが違いますけどもこれ使いやすいのでおすすめしてます浜コーヒーでも販売してますまあ100円ぐらいですけどね はいえー、まあまあ、そういうことで、えーと、今回は豆の計量についてちょっとお話をしました。あまた、今度ね、えー、ドリップの仕方とか、ちょっとあの実際、まああの、この動画ではあまり解説しておりませんでしたので、えー、実際に抽出のところも解説動画を撮らせていただこうかなというふうに思いますので、またお楽しみにしておいてください。ということで、今日は以上です。ありがとうございました。さよなら。